啊？真赞吗？真赞，很赞。我蛮喜欢那边电视的，跟台下的互动。アメリカ、イギリス、カナダなどこれまで世界中の人々を笑いの渦に巻き込んだ善次郎が、今回上陸したのはグルメの国台湾。舌もとろける美味しい中華はもちろん、地元台湾子も絶賛した貴重なライブ映像。善次郎の世界征服2 in 台湾。ウェルカム善次郎、離れてるやんこれ、今回この善次郎ね、謎の中国人になってますけども離れたらダメなんですけど、善次郎ですけどもね、レイプしちゃったというところで、今回はですね、なんとネタをしに来ましたね。普通こういう台湾って言いますと足つぼとかね、ご飯食べるとか、そういうなんか楽しいロケなんですけども、そんなんじゃないですよ。また私のですね、苦悩の何しにそんな海外行くねんという、そういうですね、VTR に仕上がるんじゃないかというわけでございまして、台湾語しか通じないこの国で、ほとんど言葉を使わずに笑いを取ろうという、そういうことでございます。じゃあどんなことになるか楽しみにして、じゃあレキレキダーッ。台湾は東京から飛行機で3時間、沖縄からだと30分で行けちゃう外国とは言っても、漢字の国だけに風景も日本そっくり。さてさて、善次郎は早速今回の劇場へ。こちらが今回の劇場、レッドハウスシアター。東京駅を作ったのと同じデザイナーが設計した台湾でも由緒ある建物。さて、私はですね、ご覧ください、爆笑日本なんじゃらトロッコ、これをですね、台湾で、ライブをやりたいと思います。その現状はこちらですね、ここはですね、台湾の渋谷みたいなところですね、人が賑わってるんですけど、じゃあ中にどんな劇場なの、これ今正月ですよ、半袖で行けますから。1階はお土産売り場とカフェがあって、まるで新宿ルミネ座吉本の入り口みたいな感じです。そしてこの階段を上った2階が今回ライブする会場。いいでしょうね、これは。こちらはキャパ300人、日本と違って座席にはテーブルがあり、お茶やお酒を飲みながら笑いや芝居を楽しめるんです。今回ここでショーを行う善次郎、果たしてお客は入るのか。でも実は善次郎にはお客さんを呼ぶ秘策がありました。その秘策とは、そう、記者会見。これまで十数カ国で笑いを取ってきた善次郎は、意外にも海外ではちょっとした有名人。この日集まった台湾のマスコミはなんと20社以上。これでお客さんに来てもらう作戦だったんです。ところで、さっきから隣にいる大仏は誰なんだよ。を使ったこのネタも大爆笑。
にさらに一番受けたのがこの空手クッキング。空手でジュースを作る先生と飛び散る果汁にスタジオからは悲鳴も。言葉を使わずに笑いを取る善次郎初の試みは、温かい台湾のお客さんに支えられて無事幕を閉じた。ショーはどうでしたか？今年看他们的表演感觉反響どうだった？好神奇ですね。素晴らしい。素晴らしかった。素晴らしかった。どういうところが？哪一段最好？哪一段？どのネタがじゃあ好きですか？就是哪一段？哪一个？比较特别吗？我觉得台语都不错啊。面白かった。どれが一番？哪一段最好看？我知道。就是快乐 juice， 蔡康 juice。骑马。骑马。马吗？不。我蛮喜欢中原电视的那个部分，台上。